もしもし。<laughs> ん？お疲れ様です。<laughs> ん？あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、どうもです。いやー、どうですか？え？今日どうですかじゃないですよ。今日はパスミが際立っておりますか？なんですか？今日なんかラジオドラマかなんかの収録なんですかこれ？なんでよ。みんなもうなんか本当にドラマを聞いてるかのような。<laughs> なんかもう俺ずっと聞いてたもんねなんかもう岩尾さんのとこなんてもうなんか情景浮かんだもんね俺 <laughs> そうね今日最高得点ですからね岩尾さんはなんかもう、うん、なんかそういう番組やった方がいいんじゃないですかねこれ <laughs> そういう番組やってます今あやってますあこれがそう <laughs> やってますよね <laughs> やってますよあどうしたんですか <laughs> <laughs> あやだなあ<お>こな中でやんのお名前よろしくお願いいたします、はい ええー、エヌと申します。エヌ、エヌじゃねえ、エヌは俺が言ってるやつだよ <laughs> <laughs> よろずきさんでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。今まで聞いてくださってたんですね。もちろんもちろんです。あのちょっと仕事のちょっと関係で宮ヤさんとかだけ聞けなかったんですけど、ああ、それ聞かなくていいです。そこから後ろはちょっと聞かせていただいてます。<笑><笑>あ、そうなんですね。えー、良かったです。はい、えー、じゃあまあそんなね <laughs> ことで、まあ今日は本当にがっつりと皆さんバッチンバッチンで <laughs>。 本当に披露してくれているんですけれども、はい、よろずきさん、まあ、ここでもう本当、後半入ってきて、もう本当、もうあっちうまに終わっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですけどまあまあ、確かに、まあね、確かにあっという間にここまで来ちゃいましたけど、結構かかるかなと思ったけど、うん、でももう言うて9時だなっていう、なんならオンタイムでさっきまで続いているのに、今、少しずつ押してきております。<laughs> <laughs> やばい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 なそれはいやまあじゃあとりあえずええヨロヅさんにもう伝えてはいるんですけども専攻高校を選んでくださいと言っていたんですねはい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 えっといやなんかねやっぱ聞いてるとなんか宮代君だけ高校でな何か悪者みたいになってるじゃないですか悪者ではないですよ悪者というかなんかこうみんな「いや男は専攻だよ」っつってうん 宮君だけ高校だったみたいななんかかわいそうなんで僕先行できますですよね <laughs>、はい、もうもうなんか悪い男だね悪い,悪い男だわ振りに使い始めたこれ <laughs> いやいいねおいしいおいしいな逆に宮代君ん,んかそ,のがいいなそうねいやすっ ら、ね、はなんか全てをなんか持っていくんですよねそうですねもう終わったのに出番そうなのうん、ね、なのこあの心勝ってったし記憶に残るしってなんかねすごいこいつちょっとあと潰しちゃおうかなって思って <laughs> 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 まあね <laughs> そんなことしませんけれどもまあまあじゃあうん先行よろずきさんはい、はい、じゃあうもう準備は大丈夫ですかああもう 大丈夫です。はいはい、音声的なところは大丈夫です、ね。あ、全然大丈夫です<ん>か, <laughs> か。なんとか問題ないです。いや、ちょっと久しぶりなんで緊張しますね。やっぱね。<laughs> そう、あの、最近、あの、えのくんの、なんか、真面目なちゃんと一話喋る会なんて聞いたことないんで。そうですね。<laughs> 多分、最近真面目にちゃんと一話語ってないですね <laughs> そ。そんな、そんなね、聞かせるんで、なんか、今日は。ちょっと、まあ、なんか、久々というか。ええー、ぱっつりと。会談を披露していただこうと思いますんで。はい はいよろしいでしょうかはい大丈夫です、はい、では、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、ありがとうで締めてくださいはいかしこまりました、はい、ではお願いいたしますはい会談、えー、看護師のよろずきと申しますよろしくお願いいたします私の知り合いにお寺の娘さんがいらっしゃいましてこの方は仮に K さんとさせていただくんですがこの K さんが大学生だった頃 不注意で右足を骨折してしまって人生で初めて入院することになったそうなんです。入院生活でどうだったって聞いてみたんですけど。一つだけ気持ち悪いことがあった。そう言って話してくれたんです。K さんが入院したのはとある大学病院の4人部屋で部屋には自分と同い年ぐらいの女性。 A さんという方が窓側に入院していた。残りの2つのベッドはっていうと、空いていて、いつ患者さんが来るだろうか、そんなような状態だった。その窓側にいた A さん、年が近いこともあって、入院初日からとても打ち解けることができたんです。心の中では、話の合うお隣さんができてよかったっ。喜んでたんですね。おそらくは数週間はかかる入院。 退屈ななのは耐えられない。だから時間の許す限り自分の怪我の経緯ですとか最近の流行りですとか趣味など互いに話して交流を図ったんですじゃあその右足の骨折はというと手術などは行わないで自然に、ね、骨がくっつくのを待つことになったんです足をギブスで固定してワイヤーを巻いて天井に吊るすそのまま何日間か固定していくんですが そんな体制を維持しなくてはいけないために、簡単には身動きは取れない。だから、ご飯を食べるときも、トイレに行くときも、何をするにも、看護師さんの援助を必要とする状態だった。入院二日目の夜、骨折した足の痛みを薬で抑えて、うとうとしていると、カタ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 、カタ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 って、 どここかから物音が聞える。何か硬いものが揺れてぶつかっているようなそんな音なんです A さんがまだ起きているのかと隣を見るんですがカーテン越しには明かりも漏れてないしかすかに寝息も聞こえるするとまたカタ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 ってこの音どうやら天井の方から聞こえてくる 出所を探そうと天井を眺めていると、自分の右足が吊るされて、その真上にある、天井裏へ繋がる点検口のパネル、そのパネルが揺れて、カタカタと音を出してたんです。ナースコールを押そうか迷っていると、ガタ、ガタガタ、大きく揺れて、パネルが横にずれていった。すると、真っ暗な天井裏が現れたんです。 その真っ暗な天井裏、なんとなく気になって、目を染めることもできずに凝視していると、そこからね、ひらひらした黒いものが揺れながら、ぬーって、降りてきた。よく見るとそれ、長い髪の毛。それがひらひら揺れていて、下に下がってくる。その髪の毛の付け根。 やがて目の細い女性がスーッと顔を出したんです気持ち悪いものを見てしまった見なくていいものを見てしまったそう思ってガバッと布団をかぶ右きせずにじーっとしていたんですどれほど時間が経過したのかわかんないんですが布団の脇からそーっと天井を見上げるんですすると あの女性、天井裏から頭だけ出した状態でどうやらずっとこっちを見ていたらしくて目が合うと見つけたと言わんばかりに似たって笑うとっさに枕元にあるナースコールを握りしめて布団をかぶるとボタンを連打するすぐに「どうしました?」とそう言いながら看護師さんがやってきた顔を上げると天井のパネル何事もなかったかのように元に戻ってたんですね 結局朝まで眠ることができず朝食を済ますと、すぐに父親に連絡した。すると父親は、じゃあ、お札を持っていくから、待ってなさい。一言そう言うと、電話が切れる。実はこの K さん、血筋なのか、昔から霊感が強いのか、日常的に霊が見えてしまうことがある。お坊さんである父親は、すぐにお札を持ってきてくれたんで。 自分のベッドにそっとあった。これで安心だ。そう思って夜を迎えた。少しでも気をまぐらそうと、消灯時間ギリギリまで A さんと一緒にテレビを楽しんで。眠りについたその日の深夜、カタ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 、カタ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 、またあの音が聞こえ始めた。 父親が持っっててきてくれたた効果なかったんだそう思いながら上にあるパネル見上げてるんですがどうやら音は自分の上からではなくて隣に入院している A さんの方から聞こえてくる A さんすでに眠りについているようだったカーテンの上4分の1ほど。 隙間が空いてるんですけども、そこの隙間から、隣の様子を伺っていると、A さんの上にある点検口のパネル、そこがガタッと外れて、中から、あの、目の細い女性が顔を出した。あたりをキョロキョロと見渡して、こっちを向いたかと思いきや、目が合うとまた、にたっと笑う。ねえ、ねえ、ねえ、 目の細い女性が、か細い声でこっちに呼びかけてくる。聞こえてないふりをしていると、A さんが起きているのか寝言なのか。何ですかってカーテン越しにそう答えるのが聞こえた。その瞬間、こちらを向いていた女性が急に A さんの方を見て、にたーっと笑いながら下に降りていこうとしている。あ,あ、これはダメだそう思ってすぐにナースコールを押すと、そのナースコールの音、その音に反応するかのように、スルスルスルっと。 天井裏に消えていった。翌朝、夜中の出来事を父親に相談すると、もしまたそれが現れたら、お珠を持ってお経をあげなさい。そう言われて、お坊さんである父親が家から持ってきた珠を渡された。そして迎えた4日目の深夜。昨晩と同じように、隣の上にある パネルが外れ、目の細い女性が笑いながら顔を出す。今度はこちらにも目もくれず、下にいる A さんをニヤニヤしながらじっと見つめてるんです。来ないでって。カーテン越しに A さんがうなされているのがわかった。今しかない。そっと地図をカバンから取り出すとお経を唱え始める。そのお経は聞こえたのか、その女性、こちらをじろっと睨むとね。 バタバタバタッと逃げるようにに天井裏に帰っていった。すると今度はその天井裏から真っ白な両足がずるっと折れてきたかと思うと突然ズドンと何かが天井にぶら下がったんですカーテンの上の隙間そこから見えたものそれ目の細い女性が首をつっている姿だった そのままお経を読み続けて気がつくとその女性は見えなくなっていた翌朝になって A さんが声をかけてきたいや実はさ昨晩気持ち悪いを見てどうしようかと思っていたんだけど夢だから何とかならないかなって思ってたんだけど何とかならなくてそしたらどこからともなくお経が聞こえてきてさその おじずを持っているケイさんの姿が見えたんだよねっケイさん、私のことを助けてくれたんだねっケイさん曰く、あの目の細い女性が誰なのかわからないそうなんです。成仏したんだねって。私がそう言うと、言葉を遮るようにこう言うんです。残念だけど。 それからも毎晩天井裏から出てきてた。だから今もきっと。それからしばらくして、ケイさん連絡したんです。すると、実はこの話、続きがあるけど聞くそう言って聞かせてくれたんですが、退院してしばらく経ったある日、 さんが実質で寝ているとカタカタカタ,カタカタカタって天井裏から物音が聞こえるその音っていうのは病院で聞いた音と全く一緒だったあの目の細い女性が家までついてきたのかそう思ってると天井から足がズルッと下がって誰かが首をつった状態で天井にズンとぶら下がった そのぶら下がったものがゆっくりこちらを向いてきて気づいたんですそれあの時隣に入院していた A さんだったその A さんその手には K さんが退院する日にお守りとして渡したお札をギュッと握りしめていたそうです天井 というお話です。ありがとうございました。はあ、なるほどねー。<laughs> ちょっとあのガチガチのものをなんかドラマ調ではないんですけども。いやあのー、俺はい。ちょっとあのああそうか N 君が。 スリッとした話聞きたいなーって思ってたんだけどあのど2年ぐらい前のあの胎度があったじゃないですか。はい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 。あん時すごかったから。胎度の時何話したかなえっと、それも病院だったと思うけど。あんんんあ、びっくりした。びっくりした。ごめんないど。どうしたのどうしたどなごめんなさ、はい。あ <laughs> あ、かけてたんですね。え

てたんでもう、うん、お話もらった時に<で>これぶつけようと思ってたんでそもそもなんかそのそういうななんかなあのイメージだったんですよしゃ喋り口みたいなようなものって、はい、なんかそういうなんかぬるっとした感じ。 だったからまあ本当にね修学旅行の夜みたいな感じで、はい、いやこれ買ってさこれ買ってさみたいなも多分好きだと思うんですけどそういうような感じで喋ってくれたらなーっていうのがもうちょっとねあったから今日は答えてい,いて、ね、ありがとうございますよかったですもう本<当>報われました今ので報われたの、はい、報われましたかいやまだまだ何にも <laughs> まだ何にも結果出てないです <laughs> 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 何も,何もまだ起きてないんですけども、ね、何も起こってないですからね、えー、いやね僕ほんとねいやほんと賞レース系ほんとダメなんですよね勝レースじゃねえなこういう勝負事うんいやそれはでも、ね、俺も苦手だし何なら今日出てくれている人たちは、うん、あの今日ラスボス最強位ですけどあそうだね、うん、山田さんは最強位 <laughs> ラスボスですけどそれ以外はそのどうんかこう すごい爪痕を残して、まあ、僕もまあその最強戦とか出させてもらって決勝ラウンド行ってるし、うんまあ、南条さんとか行ってるけどなんかもう基本、そこで終わりっていうような感じでなんかこうおおーっていうようなところまでねいけ、まあ、てないところではあるからなんかこうまだくすぶってる感じはねそれぞれみんなあるとは思うんですけどもだからど,かどん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 、ね、やっていけばいいと思うんですけどね,こうね僕だけじゃなかったみんなみんなそんなそそそ感じですよ確かにうん、そう,そうだから。 そこでなんかへこんでるわけではないと思いますけどみんなみんなみんな大体一緒だってあなた何なら本戦行ってるからね奥はあのあれだから帯同をんか運よく勝ち上がっただけだからでもあれは8人ぐらいいましたからね言たってそこでの勝ちすいですけどはい中国語で回答を受け終了いたしましたんでおなるほどねおはーい来ました 来ましたよ。<laughs> はい行きましょう。でこれは、えー、よろずきさんの採点結果でございます。ドンと、はーい。えー、っとえどうなってる？えーっとえい、ー、い、すごい良かったが五十四点五。あありがとうございます。はい。かけることの二、はい、足すことの三十八点五は百四十七点三ポイント。はいありがとうございます。はいえ百四十七。 点三はいポイントとなりましたはい、はい、ちょうどで私高校よろしいでしょうかはいいいですか何をぶつけてくれるのか楽しみにしてます石石 <laughs> <え>石石,石,石はやめて焼いた石 <laughs> 焼いた石はやめて <laughs> 焼くのも大変だわあれ <laughs> <laughs> じゃあ70度ぐらいの石 あお <laughs> 暑いな結構 <laughs> 投げますんではい、えー、よろしくお願いいたしますお願いしますはい <coughs> えー、ではあ高校遊園かなった <laughs> ずっと高校だな <laughs> えー、ゃらせていただきたいと思います皆さん一人暮らしの方これ今聞いてらっしゃる方いらっしゃいますかね一人暮らしの方 まあどんな家に住んでるかわからないですけどワンルームだとかワンケイだとかまあいろんなところでまあちょっと大きい部屋とかにいろんなとこ住んでらっしゃる方いると思いますけどももしかしたらこんなことがあったら一人暮らしをやめざるを得ないのかもしれません僕は一人暮らしをそれでやめました今から10年ちょっと前なんですけども 当時僕家電量販店ででバイトをしてたんですね、まあ、PC のラウンドとかそういったようなものを PC だ、えー、回線だとかインターネットの回線とかを売るっていう仕事をしてたんです。でそこでちょっと仲良くなった友達がいたんです。ちょっと仲良くなり方もちょっと特殊で僕の PC コーナーであのう生きてるパソコンってあるんですよね。今あんまりネットにつながってるようなパソコンってそんなにないんですけど当時は結構いろんなパソコンネットにつながってたんです。で 家電量販店の PC コーナーとかですから、そんなに人来ないんですよ。で、ちょっと田舎の方だったんで、ましてそれでも人来ない。なんで、週末とかにイベントをするといっぱい人来るんですけど、平日全然人来ないんですね。なんで、暇を持て余すんですよ。やってたことっていうのが、当時も、まあ、ニコニコ動画とか、YouTube だとかっていっぱいあるんですけど、僕も普通に動画見てたんです、そこで。で、見てたのが、アンビリバボーとか、 USO とかああいう特集の切った発達したようなもののオムリバス動画心霊写真とかのずっと見てたんですよ暇だったんで仕事せえって話なんですけどそしたら若い店員さんがっっっててこっちにやってきたんですで僕ずっとその動画を見てたんで気配に気づいた時にはもう遅かったんですよ何してんすか って言われてあでそこでパッと閉じるんですけど停止ボタンを押しちゃってそこで画面止まっちゃったんです。でもう完全に心霊写真バーンって画面に写ってる状態で「あーやばいしまった!」と思って「あすいません」って言ったら「あれなんかこういうの好きなんですか?」で食いついてきたんですよ。はいあのちょっとこう好きででちょっとと暇でへへーとかって言ってたら僕もこんなん好きで「実は僕ん家でもちょっと変なこと起こってて」でいきなり階段が始まったんですよ。 で「うんうん」って聞いてたよあそんなんあるんだ」って言って2人でお客さんがいないその PC コーナーで2人でくっちゃべってたそしたら上の店員さんがやってきて、まあ、上司ですよねその方の「こら!」って言われて「ああすいません」っつってクモのくぼの散らした状態でバーってこう去っていっちゃったんですまあそれ怒られたんですけど「ちゃんと仕事してください」って。でそれで意気投合したんですよね。 こんなものを見ながらでしかも僕 PC 買いたてだったんでその家電量販店で安い時に PC 買ったんでかあ PC も買ったばっかりでうちでなんかそんなの見ようよとか,なんかそんなんでちょっと飲みながら何か話そうよみたいなことになったんです数日経ってその友達が僕ん家に遊びに来ることになったんです 夕方ぐらいからずっと飲みながら、そんなオカルト話とか、で全然関係ない話とか、ゲームの話とか、なんかいろんな話をしててで、はっきり覚えてるんですけど、えー、深夜の3時ですね、に、僕がポロっと、うわ、もう3時になるんやって言ったんです。そしたら 皆さんんも多分,分かると思うんです感覚急に家のドアをバッて開けた瞬間に気圧が何か変わる感じするじゃないですか。ふってこう軽くなるような。その感じがしたんです。一気に部屋の空気がふっと何か一瞬宙に浮くような感覚がしたんですよね。えなんだと思って玄関を二人でふって見てみたんです。そしたら閉まっていく玄関の扉が見えたんです。 確実に鍵も閉め,閉めてたはずだし内鍵もなんなら閉めてたはずなんですよなんですけど開いて閉まっていくドアが見えたんです僕ら2人それ見てあ誰か酔っ払いとかが開けちゃったのかなとかあ内鍵とか閉めてなくて何かそんなのがあったんじゃないたまたまだよみたいなような話にま一切ならなかったんですなぜかこのドアが開くっていう 現象僕がその友人と PC コーナーで「いや僕こんなん好きで実は僕ん家でもこんなのがあって」っていうその場で話してくれた階段そのままだったんです。その友人の家では毎日決まった時間に扉がバーンって開くそうなんですよ。内鍵閉めてても開くんつって。 だからもう怖いから僕ちょっと遠いんですけど実家に帰ってるんですよ今今今そっちの家には1人暮らししてる家に僕帰ってなくてでそんな話を PC コーナーで聞かせてもらったんですよえちょっと待って同じこと起こってんじゃんそうですよねえええなんで何連れてきたそんな話をしながら今までお酒もしこたま飲んで酔っ払ってたんですけど一気に酔いが覚めて 眠れずに明るくなってから8時ぐらいですかね人々が動き始める頃友人も「ちょっとじゃあ今日怖いっすけど帰ります」って言って帰ってたそれから僕の家でもういろんなことが起こり始めたんですよテレビは勝手につくし置いてあるものは勝手に動くしシャワーは勝手に出るしあげく僕シャワー浴びて 頭タオルで乾かしながらふーっと部屋の方に入っていった時に後ろの方から「ファー」って音が聞こえたんですえっ、ー、ってびっくりして振り後ろ振り向いてみるとドライヤーが鳴ってるんですうわドライヤーまで鳴り始めた嘘でしょって思ってヘアドレッサーのところまで行ってもうって思ってカチャカチャってスライド式だったんで切ったんですよ上がってたんですよ切ったんですね でふとコンセント見ると刺さってないんですコンセントが刺さってないのにドライヤー鳴ったんですよでうっそって思ってカチャッて一応上にスライドするんですけど鳴らないんですよねうわマジか って思いつつもこういうことが起こるとその友人に僕恨み節みたいに「ちょっとさ」ってあれからうちでこんなこと起こるんだけどこんなこと起こるんだけどってちょっと怒った次の日確認してたんもう報告してたんですよ。ああそうなんすかあなんかすいませんみたいなようなことになってたんですけど「じゃあ僕もちょっと確認しに行きます」って言って「怖いですけど」って言って友人も来て。 ちょっとまだ飲みながらでも何かそんな現象が起こったりするんだったらなんか突き止めよう的なような感じで友人来てくれたんです。で、ま、夕方からちょっと飲みながらでも肩には力がずっと入ってるんです。いつ何か起こるかなんかとんでもないものが出てくるんじゃないかそもそももしかしたらこいつが張本人連れてきた張本人かもしれないからこいつに何か起こるんじゃないかとかねいろんなこと考えるんですよ。なんですけどその日 何にも起こらなくて僕ら酔いつぶれちゃって寝ちゃったんです朝パッと目が覚めたら友人にベッドを貸してたんですけど僕床で寝てたんですね毛布かけてベッドに腰掛けて僕の方じーっと友人が見てるんですよ僕パッと目が覚めて目があって え、何「ああえー、うーんってなんか、うん、もだいてるんですよ。どうした「どうしたんどうしたん?」言うと「いやあのカナタさんさっき外出て行きました?」って言うんですよ。僕今起きたんでトイレにも行ってないんですよね。で「あいや全然外出てないよ。今起きたし」 って言うと、あ,あそうすか、うーんってまた唸ってるんですよ。どうしたどうしたって聞いたらいやかなたさんが寝ているそこの毛布誰かがまたいで行ってその後足音がとっ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 て玄関の方に行ってガチャって玄関開いて誰か出て行った感じだったんですよね。かなさんんじゃないいですすや、違う。うあ,あそうすかってものすごい微妙な空気がしばらく続いたんですよ。 すると友人がとっさに「あっ!」て言って「何分かりましたカナさんこれでも出ていったんじゃないですか?」って言うんですよ。僕が来てで来たからまた僕が来たから出ていったんじゃないみたいなそんな謎の理論を展開していったんです。な <laughs>、まあそうだったらいいけどみたいなようなことを言ってその日解散したんですがその次の日から何にも起こらなくなったんですよ。 本当に1週間2週間ぐらい何にも起こらなくなったんです仕事行くたんびに「今日何もなかったよ」って「何かありましたか?」って言われるんですけど「何もなかった何もなかった」っつってで10日2週間ほど経って「いや今日も全然なかった」っつって「やっぱ出ていったんすね」みたいな話をしてたんです深夜の多分2時3時ぐらいだったと思うんですけどそんな話をした直後なんですけどね トイレで起きてちょっと狭い細い通路玄関に進む細い通路を歩きながらトイレに入ったんです。で、まあ、一人暮らしなんでねあのちょっと癖は悪いんですけどトイレの扉を開けっぱなしで僕トイレしたりするんですよ。まあ、ちょっと癖なん癖っていうかねまあ広いトイレだったら扉閉めるんですけど一人暮らしのワンルームとかすごい狭いじゃないですか。なんでちょっと嫌なんですよ。 なんで開けっぱなしでトイレをしてた。まあ誰もいないですからね。僕一人ですから。で、トイレを終えて、よし、えー、って思いながら、水を奪って流そうとして、流して、水がジャーって出てくるんですけど、その水、真っ赤なんですよ。で、えー、何って思った瞬間に、バーンって音立てて、ブレーカーが落ちたんです。で、えなんだなんだって思って真っ暗になった中、後ろ振り返ったら、その瞬間に、バーンってものすごい音がして、 ドアが蹴破られるかのごとく開いたんですよでその開いてぎーって閉まっていくその扉を見ながら俺あ死ぬって思ったんですもう感じたことのない寒気さっきのようなものを感じたんですねであもうダメだと思ってそのまま裸足でばって外飛び出したんですですぐ近くに実家があったんですねもう、えー、歩いて五分ぐらいのところに実家があったんでそこにもう猛ダッシュで 行って僕実家ではちょっと離れみたいなところに住んでたんでそこの扉のド,ライ、えー、ドライヤーをガチャって入れれば開くんですよもう鍵が壊れてたんでなんでもう大急ぎでそこを開けて今、えー、その当時は、えー、荷物置き場になってたんですけどその荷物の間にうずくまって朝までじーっと耐いてたんです朝になって。 それまでガチガチチしながらもうな何ん何何だなんだって思いながらもう意味が全くわからないんですなんですけどとりあえずガチャッと扉を開けて家に戻ってみたそしたらまず玄関を開くんですねそのまま飛び出してきましたから鍵は閉めてない開いてるんですでブレーカー見ましたブレーカー落ちてないんですよ電気をつけばつくんです えトイレに行きました恐る恐るタンク開けてみたんです普通の透明な水でしたもう意味がわかんないもう怖すぎてもうこんなことが起こるんじゃないかとかその時その深夜のさっきのようなものずっと覚えてるんですよ肌を刺すような感じの殺気だったんですもう今でも忘れられませんそんなことがあったんでもうすぐにその家引き払って とりあえず荷物もそんなにはなかったんで実家に全部送ってそれ以来僕は2年間一人暮らしができなくなりました皆さんももし友人を呼ぶとかそういったことがあって何か起こってしまったらもしかしたら一人暮らしはやめた方がいいのかもしれませんえー、ありがとうございました はい、ということで、えー、私の投票をしていただこうと思いますなんか急にスタイル変えてきましたねえー、私の実体験ですからね <laughs> <laughs> なんで急にそんな実体験ぶち込んでくるの <laughs> さっきまでさなんか全然違う雰囲気だったじゃないですかそうでしょうなんかちょっと聞いていいですか俺心霊をねんさんってほら、はい 心霊を追い求めるものっていってねもうもう全然,う全,然全然知らねえじゃねえか心霊現象を追い求める男だよ <laughs> <laughs> 全然<え>全然覚えてねえじゃねえか心霊現象を追い求める男ですよだから、はい、もう心霊現象追い求め終わってませんそのその体験っていやまあでもこの後に、うん、僕はあのうとさつというものを経験しますし んなら別のところでも何かしらそういったようなまあ幽霊というようなものも間違いなくそれが幽霊だみたいなようなものはま出てきてないような階段もありますけどちょっとねあの自分の体験ありますけどこれがこの経験ををししててていいいいいきゃくくくほほどどとかそううったよよなななもものを入れていけばいくほど何にもなくなるんですよだから僕8年近くほんとちょっと何もないまあ何もないわけじゃないですけどこれといったのかドンっていうようなものがない。 ですよ、うん、この78年ぐらいはほううん、だからまだまだあの時のねそういったようなことだって俺まだいまだにドライヤーあるからね持ってるその時の、うん、その時のあったドライヤー持ってるんですよまだまだ使ってない置いてるいつかなるんじゃないない,いつかなるんじゃないかと思ってなるほどそう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 いったのもあるしなんかそうそうそのそうかしそうそそううそううそうそうそ 現象が起こるんじゃないかみたいなようなことをまあ、えーまあ、探求していけばねもういつかもしかしたらまたぶち当たるかもしれないですしなるほど、はあ、じゃあいやーこれは回答をこれは負けましたな回答を、えー、締め切りましたでは、えー、私の、えー、投票結果 <laughs> これちょっと、えー、け計算しておきますね、えー、70%ぐらいいくんじゃないですか,かす,すごくよかった えー、あ違う。えー、っと、はい、出ました。えー、あいいのかな、これ、これ、いいのかな、本当に。えー、<laughs> あ出た。はい、出ました。いきますよ。じゃあ、私の投票結果でございます。はい、ドン、えー、すごくよかったが75.5。ありがとかったが22% とということで、えー、合計が169ポイントということでカニ、えー、ちゃん勝利でございます。おめでとうございます。カニ <laughs> ちゃん勝利でございます。カニちゃんが勝利でございます。ありがとうございます。さすがに期ですね本当に。いやサスサスにかにさすに期さすに期さえカニきカニカニきカニきカニき。 なんでカニキってよろにキ、よろにキ、エヌエヌにキ、サスにキっす、サスにキス。いやだ楽しかったですマジで。いやでも俺はちょっとなんかまあまあこの結果は結果ですけど、なんかこうそういうところでちょっとなんかエヌ君のなんか真剣な話っていうか,か、ね、う真剣になった今。真剣な語り口調みたいなようなものを本当にさすがに聞いた気がするから。はいはい そうですね、うん、僕は目の当たりにしてますからねその帯同の時に。それで本戦行ってるっていうところもあってしかも5分内だったからあれはねそうでしたね。なんでなんかそういうこう N くんもお、まあ、み見てみたいのでねまあもちろんその誰が何やろうが <laughs>、ね、文句言われる筋合いはないし別 <laughs> に好きなことやれいいと思うんだけどなんかこう要所要所でランとなんか N くんのこういう、うん、なんか重みのあるぬるんとした、うん。 なんかそう,うん、うん、しかもなんかこうこ声もさちょっとやっぱ変わるわけじゃないですか。変わりますね。ねえそういうところで、うん、あっていう空気のこう、えー、変わり始めみたいな。はい。うん、なんかそういうところの辺の空は多分たまらないものがあるので。ありがとうございます。なんかこうね今後も多分リスナーさんもそうだと思いますけど見てみたいですよねそういうのね <laughs>、えー。たまにお茶会やりながらね。そうね。<laughs> ちょっとそう確かに最近そういうの、まあ、確かにやってないななんて<ー>本当に自分でこうなんていうんですかまた見直しながら考えてたんですけど、うん、そこはねえなんかそういうの通りでなんかこう 2>,、うん、なんか2つなんかそういったところで僕はそれを聞いてみたいなっていう気はしますね。いましたでも今日は あの対戦していただいてありがとうございます。いやいやこちらこそ楽しかったです。はいまたぜひなんかこういう機会とかなんかあったらよろしくお願いします。そうですね。はい。ちょっといいこういうのいいなんかこうタイミングいいなんかこう自分にとっての刺激になるので。<laughs> ありがたいです。そうすね。はい、いやそう言っていただけるとすごいありがたいんですけれど。うん、いや本当に、えー。なんかこうまたねこれが終わって別々で活動していてまたこんなことができたらねいいかなと思いますので。そうですね。はい。またよろしくお願いいたします。